はい、こんにちは。病理組織と英語が学べるクイズ第12回、ノドゥラーアミロイドーシスです。まずはこちらのジェラッド・ガードナー先生のノドゥラーアミロイドーシスについての動画をご覧ください。下にもリンクを貼っておきます。その際にこちら5つの質問に対する答えを考えながら視聴してみてください。はい、いかがでしたか。ではこれらの質問に対する答えを一つずつ見ていきます。1問目、神秘内のピンク色の物質内にどのようなアーチファクトが見られるとおっしゃっていましたか。はい、烈撃、クラクラクアーチファクトが見られるとおっしゃっていました。次の質問、2つの考えられる疾患は何だとおっしゃっていましたか。はい、ノドゥラーアミロイドーシスと全身性アミロイドーシスとおっしゃっていました。次の質問です。通常の顕微鏡で繊維化した抗原繊維をアミロイドと鑑別する方法はどのようなものとおっしゃっていましたか。はい、コンデンサーを外して観察すると抗原繊維であれば変更を有する波打った細い繊維が見られるとおっしゃっていました。次の質問です。アミロイドであることを確認するための特殊染色の種類はどのようなものを挙げていましたか。はい、チオフラビー T 染色と混合レッド染色を挙げていました。最後の質問です。トリクローム染色ではアミロイド、抗原繊維、フィブリンはそれぞれどのような色に染まるとおっしゃっていましたか。はい、アミロイドは灰色がかった青、抗原繊維は暗い青、フィブリンは赤色に染まるとおっしゃっていました。今日もご視聴ありがとうございました。